はい、皆さんこんばんにゃ、今日もねちょっとニャニャツイキャスをしようかなと思ってまして、で、基本的にはね、さっき YouTube ライブで喋り損ねてしまったというか、山本太郎さんのね、凱旋の前にちょっと、前座という感じで、させていただいて、で、そんな感じだったんでね、最後まで喋れなかったというか、結局もう、途中、凱旋がね、凱旋じゃないか、今日はおしゃべり会やったかな、が始まってしまったんで、もうそこでね、終わらせてしまったんですけど、で、何を喋り損ねたかっていうと、こちらのですね、ちょっと、まずね、この日米 FTA が、そのおしゃべり会でね、話されるかなっていうことをちょっと、言ってたのと、それと、今現在、ちょっとロシアと中国が、軍事同盟を結んだりしてるよっていう、軍事同盟を検討してるよっていう、そういう話まではできたんですけども。あ、ココさん、お茶ありがとうございます。で、その後の、この中国から香港、この矢印のところの話がちょっと、時間が来ちゃってできなかったんですけど、それも私の、ツイッターの方に、リツイートしてた、藤原直哉さん。藤原直哉さんが、これ、英語の記事で、を紹介してて、で、そこで、北京、香港の弾圧を強化せよっていうような、非常にね、要約して、やってた、英語の記事があるんですけど、その英語の記事が、スライディング・イントゥ・アン・アビスかな、北京ズ・トップ・オフィス・イン・香港・アンド・ドタラコタラカタラ・クラックダウン・アゲンスト・ドタラっていうような、そういうタイトルの記事で、で、これね、今私、Chrome っていう、Google が出してる、なんていうかな、インターネットを見る、やつで見てるんですけど、で、それやと、Google 翻訳で、日本語に翻訳してくれたりするんですよね。で、それでちょっと翻訳してみると、奈落の底に滑り込む、香港の北京のトップオフィスは、不安に対するより強力な弾圧を促しますっていうのがタイトルで、で、その下に要約があるんですけど、その要約によると、政府機関は市の行政と警察に対し、秩序を回復するために必要なすべての措置を講じるよう要請します。混乱を終わらせ、犯罪者を逮捕し、暴力行為を厳しく罰するために、香港政府にあらゆる力を尽くすよう求めていますということで、確かに、デモ側もね、ちょっと暴力的なところもあったんですが、それに対して、ざっくり言うと、もう暴力を使ってでも、もう鎮圧しろっていうような、記事でありまして、で、先日もね、至近距離からピストルでね、撃たれて、で、ほんま、なんかもう映画のワンシーンかよっていうような、バイオレンスがね、されている中、それが余計強くなっていくんかなというとこと、あと、今、その警察が結構バーって入ってる大学っていうのが、なんかインターネットとかの、その配信をする、基地局みたいな設備もあるみたいで、で、まず、そこを抑えて、で、要は海外とかに発信できなくなるようにして、それでまたやっていくような、そういうふうな中国政府っていうか、そういうふうなね、暴力が暴力を生み出している、なんかほんまになんか、負の連鎖っていうか、どうなのかなっていう。で、最終ね、もうどこが着地点なのかなっていうところで、このニュースを見たときには、もう、いわゆる天安門ですよね。
ああいうふうな、暴力的なその鎮圧の仕方っていうか、そういうふうに、残念ながらなんか今は動いてしまってんのかなっていうふうにちょっと、思っちゃったりしました。っていうのがちょっとね、YouTube ライブの方で、喋りきれなかった部分であります。で、まあ、その後ね、ちょっと、気になる動画があって、まあ、それが立花隆さん、N 国党ですよね。で、まあ、N 国党の話っていうか、N 国党関連についてあんまり、もう私も興味を失ってしまってるんですけど、まあ、立花さんがやってるいろんな裁判っていうのは、まあ、ちょっと関心を持って見てるっていうか、まあ、例えばその、住所が、そこにないと、その市議会、あの時は区議会議員でやってるのかな、そういった地方議会の議員に立候補できないことは憲法違反じゃないかとかっていう、そういった裁判もしてるみたいで、で、まあ、そういうふうなね、やつについては、まあ、興味を持って私見てて、で、まあ、それ以外のね、主張とかはもう、なんか、もう全然どうでもいいかなっていうのはすごく思ってるんですよね。で、まあ、私も別にその法律の専門家とかじゃないんですけど、まあ、今日出てたその立花さんの動画が、裁判所は腐りきっている恐怖を感じましたっていうことで、まあ、ざっくり言うとこう民事裁判で負けてはるみたいなんですよ。で、それまあ、本人にとって納得のいかない判決やったのかもしれないですけど、やけどぶっちゃけね、それは戦い方が悪かったんじゃないかなっていうことをすごく感じたりはしました。っていうのが、その民事裁判とこの刑事裁判っていうのは決定的に違うことがあって、で、何かっていうと、民事裁判は、まあ、例えばこういうふうな A さんと B さんの、まあ、何かの紛争がトラブルがありましたと。で、それに対して、裁判所が何かしらのいわゆる判決っていうのが出すわけですが、その判決っていうのは、まあ、A さんは B さんにいくら払えとか、何々をしろとか、まあ、この逆ももちろんありますよ。B さんは A さんに払えとかね。まあ、それはともかくとして、命令するのは、この裁判やってるこの当事者間で何かしらをこう判決するわけですよね。それはお金を支払えとか、謝罪文書をどっかに載せろとか、まあそういうふうなことですよね。まあ、なので、ここの話なんで、裁判所の方からしたら、特に、この A さん、B さんの中で起きた事実が、どういうふうなことであれ、A さん、B さんが納得できる解決だったらいいわけですよ。まあ、究極言えば、こういう判決出さなくて、A さん、B さんの中で、何かしらの和解とかができれば、それはそれでもう全然民事裁判としては OK だよねっていうことですよね。けど、まあ、いわゆる刑事裁判の場合は、まあ、A さん、この場合やったら B さんが A さんになんか、殴ったとか、障害をしたとか、そういうふうなことがあったとして、で、裁判所が出す判決っていうのは、いわゆる国家権力がこの B さんに何かを命じる。まあ、それは例えば、罰金であったり、まあ、どっか、いわゆる刑務所に入ったりだとか、そういうふうなことですよね。なので、この判決を出すここの話が違うので、そもそもこの A さん、B さんの中のその真実をどう探るのかっていうと、この刑事裁判の方は、国家権力が何かしらの、なんか命令っていうか、判決で何かを命令したりするので、この A さんと B さんの間に何が起きたのかっていうことを、ある程度しっかりこう、まあ、現実にそのね、場所にいないから、いろんな証拠で、その場所はこういうふうなことが起きたのかなっていう、まあ、いわゆるちょっと真実性に
近づこうとする。そうせんとね、まあ、A さん B さんが納得したからといって、その国に対からなんか罰金とか懲役とかで、それは違うと思うんですよね、うん、例えば、A さん B さんの中で何かしらのいわゆる示談っていうか、まあ、B さんが A さんを殴りましたと、傷害しましたと。でその傷害に対して、まあ、例えば、入院費が50万かかったからその50万払いましたとなったとしても、何かしらその傷害罪としてその国から何かしらの刑罰を与えるっていうこともあり得るわけで、それは A さん B さんだけの話じゃないっていうところがありますよね、うん、っていうのが、それはそういうふうな障害だったりだとかすると、そういういわゆる暴力的な行為に対して国がどういうふうな、判断をするか、うん、その国にとってそういった暴力性のある行為についてはある一定のこういうふうな罰を出すっていう、それはその国を統治するっていうか、まあ、ある程度その、お互いがお互いルールを守る、その人に障害を与えないとかっていうことについては、やはり一定のその判断っていうのがあるわけであって、最低限のラインっていうかね、そういうのがあったりするので、 A さん B さんだけの話じゃなくなってくるところが、まあ、こっちの刑事裁判だから、当然その A さん B さん間の中で何があったのか、どういうことがあったのかっていうのは、しっかり調べた上で判決を下すというけども、こちらの民事裁判っていうのはあくまでも当事者同士で、でまあ最終当事者同士で道内にもお互いがこう歩み寄れないっていうふうになった時には、じゃあお前がこっちにいくら払えとか、これこれこれせえとかっていうことをジャッジする場面なので、ここは全く違う話だと思うんですよね、うん、でそれ、まあ、今回の場合はこちらの、民事裁判が行われてて、まあ、要はこの当事者同士の話なので、立花さんとしては自分が望んでいたその、証人が、採用されなかったっていうのは、絶対的にそのここの中の争い方のまずさもあるんじゃないかなっていうのが正直、思うんですよね。っていうのが、あくまでもこういうふうな当事者同士の争いについて、裁判所が判断するわけなので、その争い方によっては裁判所から見たら、まあそれは別にその NHK の集金人を証人に呼ばんでも判断できるかなっていう判断をしたっていうことだけであって、それをもってなんか裁判所は腐りきっている恐怖を感じました。まあそれはね、立花さんが感じたのかもしれないけど、一般的に広がるのかなっていうのが、正直、思ったとこですね、で、あと、そんで、なんとね、まあ、これもツイートの方からなんですけど、火星じゃない中国が、火星着陸機をテストしてるらしいですね。月じゃないですよ、月じゃ、お月さんじゃなくて火星の着陸機をテストしてるみたいで、まあ一時ね、なんかイーロン・マスクさんが、火星移住計画みたいな感じでなんかいろいろやってて、なんていうかな、逆噴射でこう着陸するロケットとかすげーとか思って見てたんですけど、ひょっとしたらまたこの中国はそういったいろんなテクノロジーをどん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 開発してるのかなと思ったりも、したところでございますっていう感じですね。あと今国民民主党になるのかな、原口、和弘さん、あ、そうですね、今国民民主党の原口和弘さんが、まあ今回のこの、日米 FTA ですよね、
まあ、日米 FTA で、まあ、ざっくり言うと、要はしっかり、反対せんかいみたいな感じのことを言われたツイートに対して、条約の承認、憲法73条の3に基づき、私たちは審議を重ねてきました。この会期の中で、いまだに委員会さえ通過させていません。それは安易というのは勝手ですが、承認に必要な議席を与えたのも国民です。承認に必要な議席を与えたのも国民です。議論を重ねて結論を得るルールを破ることは民主主義の否定です。協定案を十分な情報開示も説明もなく賛成できる、という仮定の下でのご批判ですが、私は同氏の論戦力と与党議員の良識に期待します。それでも衆参ともに力及ばずとなるとしたら、その時は選挙で変えるのが民主主義です。私たちはあらゆる場面でこの日米貿易協定の敗北、理不尽さを許さないことを訴えてまいります。さまざまな交渉で得たものを携えてということで、まあね、この日米 FTA について、今日ね、本当に結構、ツイートを拝見したんですけど、もう 最終これ言われたらごめんなさいっていうかね、このね、承認に必要な議席を与えてしまったのは、やっぱり私たちなので、原口さんがおっしゃる通り、私たちが変える力を持ってるので、ね、ぜひ、次の、国政選挙、まあ、おそらくは衆議院選挙になると思うんですけど、そこではね、しっかり、倒しに行きたいなと、ね、まあ、改めてちょっと、思ったツイートでもありました。本当に今のね、この世の中を決めてるのは僕たちなんでね、まあ、これをね、聞いていただいているあなたがどういうふうなね、考えを持って、どういうふうな、その選挙の時に、行動されるかわかんないんですけど、どういうふうな行動を取ったとしても、その全体の結果としてが今の僕たちのこの世の中になっていってて、で、まあ、僕の子供がいてて余計思うのかもしれないし、まあ、前までね、正直そんなにこういうふうな政治にも興味がなかった、関心がなかった方で、まあ、その原口さんの言ってることが 余計答えたのかもしれないんですけど、今のね、こういうふうな日本を、僕の子供に、そのままこうバトンタッチしていきたいかって言ったら、今のこんなね、状態でこう渡すっていうのは、なんか、やっぱりしたくないと思ってしまってるので、なので、まあ、今それに近づける、要はこういうふうな社会になったらいいかなって思うふうに主張してるのが、まあ、れいわ新選組なんで、れいわ新選組を応援してる YouTube チャンネルもやっております。とはいえ、なんかね、最近YouTube で政治的なチャンネルはバンされるっていう話もなんかちらほら聞いてて、で、まあ、ツイキャスやったらね、まあ、とりあえず 当面はいけんのかなと勝手に思ってて、なんで、ちょっとね、ツイキャスでも、放送を始めさせていただいているというところでございますが、まだまだ初心者で、なかなかあれなんですけど、ちょこちょこね、こんな感じで、不慣れながらもまた、配信させていただこうと思いますんで、ぜひね、また、遊びに来ていただけたらなと思います。ココさん、本当にお茶ありがとうございます。 こちらではちょっとお茶ではない、もうちょっと大人な飲み物を飲みながら 配信してます。で、なので、皆さんもね、こちらのチャンネルにはもうそんな感じで、気軽に、ラジオ感覚で、聞き流しながら、参加いただければなと思っております。ということで、今日もお聞きいただいてありがとうございました。YouTube ライブはね、まあ、基本、土曜日の10時が一番多い時間帯かなと思います。
ということで、逆にこれ、また YouTube の方にもアップしますんで、YouTube の人は、ぜひね、こちらの Twitter アカウントフォローしていただいて、この Twitter アカウントに始まったよっていう、ツイートが流れるんで、ぜひね、そちらでも、ご覧いただけたらなと思っております。ということで、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。